昨日の続きからジャニーズジュニアの、2015年4月のジュニアのカレンダーのパート2をお送りします。安井健太郎さんとミュートさんですね。で、多分ラブトゥーンですよね。はい。で、あ、佐久間くんあれですよね、あの、はい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 ですね。はい、ガリさん、ガリさんですね。で、ベルサイカさん、トヨタさん、佐久間さん、あの、こたつがない部屋に出てましたよ。違ったっけ。あら、元キンプリが出てきました。え、高橋海人さん。で、で、チャッカーさんです。グッドモーニング、流星さん。あー、なるほど、あ、わかった。A グループじゃない、金冠と、金冠ともう一個何は落ちる。よいしょ。あ、歯磨いて。いらなく。ガムの味。リアルです。ピーチ味。初恋の味は、アンズ味。いちご味。食塩水。給食の牛乳。金口君とイワッチさん、なんかキンプリがちょこまかちょこまか出てきますよね。ラブツーン、いや違う、ラブツーンとトラビスがひっついてる。で、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 あ、え、あ、向井君だ、これ向井君。で、で、永瀬くんどっちね。誰だ。名前が書いているといいけど、名前が書いて、これ高橋海人くんとか、なんか違うような気が。あ、いちご味多いですね。ほっ、ほんとキンプリがなんかちょこうまかちょこうまかやっぱ押す、やっぱ押してたんですよ。で、誰だ、分からない。本気のジュニアっぽいですね。誰だ、分からない。多分皆さんの方が詳しいと。あ、この人あれです、藤原さんです。ユーリ、あ、井上瑞稀さんわかる。ということは、ハイハイの一味かな。わからない。誰だ。わからない。この人なんかわかりそうな気がするけど。誰だ。G。主流生産とって、あ、いちごジャム味。やっぱなんか関西の人はなんか一味つけないとダメなの
コッペパン味。あ、向井さんと室ちゃんは金内トーマさんか誰だ。というわけで今回も今日はこれにて失礼します、チャンネル登録ありがとうございます。動画再生ありがとうございます。グッドボタンありがとうございます。ライブに来てもらって本当にありがとうございます。それではパート2はこれにて失礼します。お疲れ様でした。終了します。終了。